現在、ロシア軍がウクライナへ侵攻してから丸3ヶ月が経過したんだけど、ロシア軍は未だにウクライナを降伏には至らしめてはいないよね。逆にウクライナの北部地域のロシア軍は、首都キーウの攻略失敗を皮切りにウクライナ軍の反撃に遭い、ロシア軍は北部地域から撤退を余儀なくされているぜ。撤退したとはいえ、民間人にも多くの犠牲が出ているし、複雑だよね。そうだな。その反面、ウクライナ東部のドンバス地方や南東部のマリウポリでは、ロシア本国からも近く、2014年のクリミア併合と東部諸州の親ロシア派による一方的な独立の影響で、ロシア軍の補給線が確立しており、ロシア軍はウクライナ軍に対して優勢に戦局を動かしているようだぜ。特にマリウポリについては、ロシア軍はウクライナ軍が立てこもる製鉄所を完全に包囲しており、残念ながらその陥落は時間の問題と見られているみたいだね。さて今回はそんなロシア軍の質の悪さについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現状までの状況を総括すると、ウクライナ軍が予想に反して前線している反面、ロシア軍が当初の下馬評と比べて、軍事作戦能力が思ったほど高くはなかったということが露呈してしまい、ロシアの思惑通りには全く進んでいない状況であるということは確かだね。これは、プーチン大統領にとっては大誤算だろうね。5月9日までの対ナチス戦争記念日までに戦争を終結させることができないことは、プーチン大統領にとって屈辱的なことだろうからな。もちろん、メンツを重んじる独裁国家ロシアは、当初のウクライナ全土の制圧という目標から、ウクライナ東部の独立にいつの間にか方針転換をしており、優勢なウクライナ東部での作戦目標が完了すれば、勝利宣言を行うものと思われるよ。その他、英国情報筋の話として、5月9日にロシアがウクライナに宣戦布告。現在はウクライナ在住の親ロシア派住民を守るための特別軍事作戦という名目を行い、本格的な総攻撃を仕掛けるのではないかとの話も出てきており、予断の許さない状況が続いているんだ。このように今回のウクライナでの戦争は、両国ともに中長期化の様相を呈し始めているんだけど、なぜ、当初短期決戦を仕掛けたロシア軍の作戦行動は失敗に終わったんだろうね。これには多くの要因が様々な専門家により指摘されているんだけど、最も多く指摘された要因が、航空優勢を確保できなかったために地上部隊への近接航空支援が不十分になっているということが挙げられるよ。開戦初期、ロシア軍はウクライナの空軍基地や防空システムに対して、巡航ミサイル等による攻撃を行い、その無力化を図ったんだ。しかしながら、ウクライナ側は航空戦力や防空システムを巧妙に隠蔽して温存させたため、開戦初期の段階でロシア軍が思ったほどの打撃をウクライナに与えられなかったみたい。その後、ロシア軍がヘリコプターや固定翼機による攻撃を行った際には、NATO の早期警戒機などによる情報支援を受けたウクライナ軍防空部隊からの迎撃に遭い、ロシア軍は大損害を被ることになったよ。これにより、ロシア軍はウクライナ上空で思うように作戦行動を行うことができなくなり、地上部隊への支援が不十分な状態となったってわけだな。航空優勢を持たないロシア軍地上部隊は、ウクライナ側のゲリラ的な攻撃にさらされ、こちらも大損害を被る事態に陥ったよね。さらにはロシア軍兵士の士気が低いことも問題となり、ロシア軍地上部隊は完全に機能不全な状態となってしまったんだ。ロシア軍の当初の目論見では、首都キーウ近郊の空港を占拠し、そこへ航空輸送により兵力を送り込むことで、一気に首都キーウを陥落させるはずだったみたい。航空優勢を持たないロシア軍航空部隊は、ウクライナ軍から良いカモにされて多数の航空機を撃墜される事態となったんだよね。ああ、その中には、兵士百数十人が搭乗する輸送機2機も存在し、数個中隊規模の兵員を一度に失うという惨事にも見舞われているぜ。この影響で、ロシア軍は陸路で首都キーウ攻略部隊へ物資や兵員を補給する必要が生じたため、首都キーウへ至る道路には、数十キロにも及ぶロシア軍補給部隊及び増援部隊の車列が現れることになるんだ。しかし、この車列も雪解けによりぬかるんだ道路では思うように動かず、数週間、車列が全く動かない映像が全世界に配信される事態となったよ。ちなみにこの身動きが取れなくなった車列に属する車両の写真を検証したところ、面白い事実が見つかっているんだ。それは、ロシア軍の輸送車両に使用されているタイヤが、安価で低品質な中国製タイヤであったということだね。中国製って聞くだけであまり高い品質じゃないことは予想できちゃうからな。その通りだね。中国製のタイヤは、非常に安価で一般的軍用タイヤの数分の1の価格で購入することができる反面、非常に低品質であり、悪路でのグリップ力や走破性能は一般的な軍用タイヤに比べて著しく劣るんだ。
今回のロシア軍に発生した補給の遅延は、これら中国の低品質なタイヤを使用したことにより、悪路走破性が低下したことも要因の一つなのではないかと言われているよ。平時には低品質でも問題のなかったところが、有事の際には致命的な問題に発展してしまうという事例は、古今東西、ロシア以外の国でも発生するかもしれないな。中国製のものを使っている国は他にもあるだろうしね。しかし、このロシア軍の集大は、ウクライナにとっては強硬であるとも言えるんだけど、これだけでウクライナが戦局を有利に進められるというわけではないんだ。今後、ウクライナは今以上に不利な戦いを強いられる可能性があるからね。ロシアは北部から撤退させた兵力の再編成を行い、ウクライナ東部への戦力の集結を図っているよ。今後、ドンバス地方などでの戦闘が激化することが予想されているけど、ウクライナ東部は北部とは異なり、遮蔽物の少ない平原が広がる地形であるため、戦車を主軸とした大規模な機構戦力同士による戦闘が予想されているんだ。これまで、ウクライナ軍は北部地方では、都市部の建物や林に潜んで待ち伏せ攻撃を行うことにより、ロシア軍を迎撃していたから、歩兵傾向下でも十分な戦果を上げることができていたってわけ。しかし、広大な平原での戦いにおいては、隠れる場所が少なく、重装甲の戦車や装甲戦闘車両による真正面からの撃ち合いが想定されるから、戦車などの機構戦力については、ロシアが圧倒していることは事実だよ。しかも、ロシアは親ロシア派が占拠する地域やロシア本国から補給路を確保することは容易だから、補給の心配もそれほどする必要はないし、ウクライナ側の保有する戦車も旧ソ連製のロシア軍が運用する戦車と同系列のものであり、質的な優位性もないんだ。ロシア軍が現在保有する機構戦力の主力を担っているのは、T-72 戦車だね。T-72 は、2003年のイラク戦争において、イラク軍が保有する T-72 は、米軍の M1H エイブラムズや英国軍のチャレンジャー戦車に一方的に撃破されたため、世界の武器市場での T-72 価値が暴落する事態となり、ロシア製兵器の信用は大きく失墜したよ。ただし、イラク軍が運用していた T-72 は意図的に性能を低下させた輸出仕様のモンキーモデルであり、ロシア本国が運用している T-72 とは性能が異なるため、イラク戦争の結果だけで T-72 の評価を決定すべきではないとの見解もあるんだけど、第三世代主力戦車である M1H エイブラムズやチャレンジャーに対して本国仕様の T-72 が対抗可能であるか問われるのであれば、否としか言うほかないんだ。それは、ウクライナ侵攻においてロシア軍の T-72 が多数撃破されている状況を鑑みれば、おのずと答えは導き出せると思われるよ。近年、米海兵隊での戦車運用中止に合わせて、米軍で余剰となった M1 エイブラムズを台湾やポーランドへ輸出されることが決定されているね。台湾は中国の脅威にさらされており、ポーランドは NATO の対ロシア戦略における最前線とされているため、世界最強と実戦で証明されている M1 エイブラムズを保有することは、国防上において非常に効果的なものであると考えられるよ。これまでの世界情勢では、正規軍同士が真正面から対戦車戦闘を行うことは可能性としては低く、世界最強戦車の M1 エイブラムズを保有することに対して疑問を呈する声もあったんだが、今回のロシアのウクライナ侵攻において、T-72 キラーとして、M1 エイブラムズが比類なき戦果を上げたという実績は、M1 エイブラムズを導入した国にとって何者にも代え難い抑止力になると思われるぜ。特に身近に国境や海峡を接して軍事大国からの脅威にさらされている台湾やポーランドは、この M1 エイブラムズの導入は、まさに軽眼であったと言っても良い選択であったと言えるだろうな。今後、ウクライナにおいて、第二次世界大戦以来、欧州で初めて大規模な戦車同士の戦闘が発生する可能性が高まっているし、ロシアは経済制裁により、その継戦能力は低下していくことが予想されているんだけど、現状においては、ロシア軍がウクライナ軍に対して、圧倒的に優越した機構戦力を有していることは間違いないよね。ウクライナ軍がドローンや歩兵傾向下による迎撃を試みたとしても、防御力が皆無な歩兵が戦車に対して真正面から対抗できるわけもなく、攻撃型ドローンにも数に限りがあるから。ウクライナは、今後発生するであろう大規模戦闘に備えて、世界各国に重兵装の兵器の供与を要請しているが、チェコが一部旧ソ連製戦車を供与した以外には、西側各国はロシアへの過度な刺激を恐れて、戦車等の供与を拒否しているぜ。幸い、ロシア軍が保有する最新鋭戦車である T-14 アルマータは、経済制裁の影響もあり量産化が進んでおらず、ロシア軍は当面は T-72 等の第二世代戦車を中心とした運用を行うだろうが、ウクライナの劣勢は変わりないな。そうだね。そのようなウクライナの状況から、西側各国はウクライナに対して、155mm 榴弾砲等の野砲の供与を決定しており、
供与される兵器の火力に関しては、これまでで最大のものとなるよ。これが戦局にどれほどの影響を与えるのかは未知数ではあるんだけど、ウクライナにとっては虎の子と言っても良いものになるかもしれないね。4月にはロシア海軍黒海艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナからの攻撃により撃沈されているし、これにより、ロシア軍はウクライナにおける防空能力をさらに後退させることになったから、ウクライナにとっては、ロシア軍の航空戦力の脆弱さが勝利を得る鍵の一つになるかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。